HIS の格安パックの旅行とか好きなんですよね。ああ、いや、行ってくださいよ、ご自身で、ファーストクラスで。いや、あの、ファーストクラス乗ったことありますないです、まだ。ありませね、ウエンツさんね、一回乗ったらもう二度と乗らないと思うんですけど、あの僕、一回だけ乗ったんですよ、えー、ファーストクラス。はい、で、えっとね、30代前半ぐらいで乗ったんですけど、どこからどこですかでえっとね、えー、日本からイギリスかな。おー。で、ANA で、 であのそれなりにその CA さんの,あの,かあのリーダー格的な人がそのファーストクラスを対応してくださるんですけどでその飲み物いかがですかとか,そのなんか何か持ってくるときに必ず膝をついて渡して渡くるん自分よ分年上のそ,のそれなりな方が30代のなんか若造にこう毎回、膝をついてこう貸し付いて言われるからもう話しかけられるのも嫌になってきて。あなるほど でなんか寝るとき、ね、もなんかそのあの椅、椅子がま,あま,あまっ平らになるんですけどそこ、布団を引くみたいなのもそのお姉様というかおばさまがやってくださるのを僕、立ってぼーっと見てるんですよ、だからもうなんかそのやらせてる感がすごい気まずくてこれはもうちょっとないわってめっちゃいい人ですね、ひろゆきさん。 いやいや、だって、ほら、別になんか、その、飲み物図ぐらい入って、アメリカの航空会社とかってそういうのないじゃないですか。おらよって渡してくるじゃないですか。あっちの方が気楽なんですよ。フレンドリーな感じの方が。うん、えー。かなんだ、ほら、別になんか、そのひ、膝ついてほしいからお金払ってるわけじゃなくて、単にファーストクラスがどんなのか見たかっただけなのに、そんなことしないでくださいと思うんだけど、それを言うと、なんか周りののもあるから、っていう,うわあでもそ、そっちのけん謙遜というか、 年齢もあってっていうことですよね。まあ、でもやっぱ赤の他人が膝ついて話しかけてくるのは気まずくないですかいや、すごいですね。だからこう、上に立っても何のあれも変わらないんでしょうね。人の、人の上というかね、その会社の上にいても。いや、でも普通、それ、いやまあ、それが気持ちいい人いるのかもしれないですけど、うんうんうん。いや、どうなんだろうな。